ウォーフォー TV。 本日のゲストは想像を超えた空間体験を作り出す建築家石上純也さんです。その作品はジャンルも表現も多様です。壁がなくオープンな空間に細い柱が森のように並ぶカイト工房。驚くほど薄く極限までディテールをそぎ落としたレストランのためのテーブル。こちらはモスクワの科学技術博物館の総改築プロジェクトです。19世紀に建てられた古い建物の前の広場をすり鉢状に掘ることで地下の構造を露出させ、地下を地上に変えてしまうという大胆なアプローチです。アートビオトープ水庭では造園と建築の手法を組み合わせ、これまでにない風景を出現させました。こちらイギリスのサーペンタインギャラリーのパビリオンは61トンもの石を積み重ねた屋根が美しい弧を描いています。作品を発表するたびに世界中を驚かせ注目を集める建築家石上純也さんが登場です。さあ、というわけで本日のゲスト石上純也さんです。よろしくお願いします。こちらは神奈川工科大学のカイト工房です。細い柱が並ぶオープンなスペースに工作機械や作業台などが並び、緩やかに使うことのできる空間が広がります。で、まあ、そういう、まあ、いろんな使い方するんで、まあ、なんていうんだろう、こう部屋にこう分けるというよりは、うん、まあ、何かこう林というか森の中で、うん、まあ、何かこう自由に場所を見つけながら作っていけるような、まあ、そういう感じのとこですね。それでその柱がたくさんあるということなんですか。そうそう、でこれで、まあ、全ての柱で、まあ、普通柱ってやっぱりこう太くなっちゃうんですけど、まあ、柱をこう細かく分けていくことで、まあ、そんなにこう鬱陶しくないような、でそれで、まあ、空間を仕切りながらもなんとなく透明感があるという。確かになんか太い柱でズドンズドンというのは見たことありますが、はい、ああいう細いのをこう散りばめてあるっていうのは珍しいですよね。うん、そうですね。なので、行ってみるとあの柱がこう全部違うんですね。太さというかこの薄さというか、でこう柱のこう小口がこう見えるとすごく柱がないようにこう見えたりとかして、例えばエントランスのあたりに行くともう全体こうすぐ抜けたような空間になるし、作業場に行くと割とこう閉じたような感じに、うん、全体的にこう面が見えて柱がバーって見えてくるんで割と閉じた感じになるっていう、うん、だワンルームなんだけどその場所によって全然こう変わっていくような、うん、イギリス・ロンドンにあるサーペンタインギャラリーの前に毎年夏季限定で建てられるパビリオンは世界が注目する建築家が選ばれるという栄誉あるものです。石上さんは日本人としては4作目になります。61トンもの石を積み重ねた屋根を細い柱たちが支えています。これ実際僕行ったんですよ。それでちょっと工事途中も、まあ、フェンスになんか膜が張られたとか、ちょっとこんな感じになってんだな。これもまた構造がすごいんですよ。細いこの、柱です。でそこで確かあれですよね、石積みの方法自体が昔から。そうですね、はいはい、イギリスである。そう、建築って割とその場所に留まることが多いんですけど、買われて最初に買われていって、うん、どっか別の場所に建つってことを考えなきゃいけなかったんで、世界中のこうどこに行ったとしても割とこう雰囲気としてその環境になんかこうフィットするようなそういうのがいいのかなと思った時に、石積みのその要はそのなんだろう、こう屋根とかっていうのは割とその世界中どこにでも結構昔からこう日本にもあるんです。日本にもあったりとか中国とかアジアとか当然ヨーロッパにもあるんですけど、世界中ある種共通した建築のそのまあ言語というか表現というか、まあそういうところに行き着くと思ったので、まあそれを使いつつ今でしかできないような技術で新しい空間を作るみたいな感じです。
あれがそのまま変えるってことなんですよね。あ、そうそうそう、全体、建物全体ですね。だから建物全体です。面白いですよね、はい。今ちなみにどこにあるんですか。どの今スイスの、ある会社が買ってくれたんですけど、はい、じゃあロンドンから今じゃスイスにあるんで、はい、あれ、はい、まんま、はいはい、すげえ。僕それですごい聞いてみたかったのが、はい、これって職人さんも一緒についていくんですか、それともさっきおっしゃったみたいに、はい、比較的その石を積むって各地方というか文化圏であると思うので、はいはいはい、それはローカルの人たちも、ローカルの人ができるようにっていう、で、まあ、そういうふうに建てて分解して持ってくってことを考えてたんで、なのでこう屋根も単にこう石と置いてるだけなんですよ。ああ、なんで簡単にこう分解できるし、でまた付けられるっていう感じで。なるほど、そっか、そこまで想定して作られてるわけなんですね、はいはいはい。重いこう壁とかそういうので、支えてしまうと、そのすごく綺麗な環境なので、周囲 その景色とかが、まあこう妨げられちゃうなと思ったんで、こうすごくこう重いものなんだけど、こう宙に浮かんでるような、で、まあ、イメージとしては石の一個一個がこう鳥のこう羽毛みたいな感じで、こう大きなその巨大なこう鳥がこう羽ばたくようにのようなイメージで空間をこう作ったってところがあって、なのでこうロンドンのこう今日雨多いじゃないですか、こうロンドンのこう雨の日の空にこう大きな黒い鳥がこう飛んでるような、なのでこう雨が降ってる日とかもすごい綺麗なんですよ。屋根の上をその水がすごくこういろんな流れ方をして、こう山のようにこの川ができるようになんかこう垂れてくるっていうような。那須高原にあるアートビオトープ那須というホテルに作られたボタニカルガーデン水庭、300本以上の樹木と160個の小さな池が折り重なり、美しい光景を生み出します。ホテルの増築で隣の森にこう新しいその宿泊棟を作るって計画があったんですよ。でその宿泊棟を作るとなると、こう森の部分の木をほとんど伐採しなきゃいけないってことがあったので、この隣の森を全部隣の牧草地にこうそのまま移してきたっていうような感じで、でそれだけじゃなくて、そのこの牧草地は50年前はこう田んぼだったんですね、うんうん、でこう水の景色がこう広がっていて、で今でもその田んぼのがあった頃のこう水門とかそういうまあ設備的なのはちょっと残されてるんですよ。なのでその昔からのこう景色とその周辺のこう森のその環境とかをこう重ね合わせるようにして、なんか環境が作れないかなっていうところでやってるやつですね。すごいな。だからそのなんぞ建築家さんなんですけど、やっぱもうなんかそういう森も作ったりもするってことですよね。あ、そうですね、はい。はあ、それすごいな。これも僕見に行ったんですけど。あ、本当ですか。ちょっと追っかけ見てみて。本当最近見に行ったんですけど、これ1年ちょっと前でしたっけ。1年半ぐらい前にオープンです。そうですね、はいはいはい。僕も見に行って、ぜひホテルの方は冬にももっと、はい、寒くなってから、はい、まあ、雪はあんま降んないんだけど、はい、なんか雪になると綺麗なんですよ、みたいな。そう、雪が降ったり雪が降ったで、水のとこには雪が積もらないんで、こう白いこうその雪 の, こう絨毯みたいな中にこうたくさんのこう池がこう浮かび上がってくるような、はあ、そういうのも全部設計されて考えてやられてるんですよ。はい、池がたくさんあるように見えたと思うんですけど、池に見えるんですけど、田んぼと同じで川から引き込んでもう水を流れてるんですね。一個一個 の, その池がこう地下でこうつながってて、川からこう入ってきた水がこう常にこう流れてるんですよ。なので、まあ、そこは凍らないで、周辺だけが池が積もるみたいな感じになってくる。しがみさんがすごいのは、普通建築家の人って自分のなんか世界にこうやって引き込んでくるっていう感じがするんだけど、ちゃんとその自分の持ってる感性をなんか環境の中に生かすっていうか、なんか出してますよ、なんかね、そういう感じがね、いいなって、アートなんだなっていうね。はい、そう、まあそうですね。だから僕はまあいろんなこう敷地をこう見る、まあ、建築ってやっぱこういろんな敷地にこう建てていくじゃないですか。でそうするとやっぱその敷地にしかないその、まあ、可能性とか、うん、魅力とかっていうのがやっぱすごくこう響いてくるので、うん、まあ、そういうところを何かこうむしろこう拡張するような感じで作っていけたらなって感じでいつもやってます。
例えば街とか歩いて、はい、なんかその建物見て、はい、これすげえなとかやっぱ思ったりするんですか。まあたまになんかそういうのたまになんかまあそうですね、まあたまにありますね。なんかいいデザインだな、なかなか新しいことやってるなみたいな、やっぱあるんですか。のもあるし、どっちかっていうとやっぱり、まあ、古い建物とかも結構好きなんで、うん、まあ街の中にすごい取り残されたような、うん、古いものとかあるじゃないですか、うん、そうするとまあ昔のその周りの景色とかをなんとなくこう思ったりとかっていうことの方がむしろその一区の建物にこうフォーカスするより多いかもしれないですね。石上さんはそもそもどうして建築家になろうと思われたんですか。そうですね、こう物を作るのは好きだったんですけど、あの建築自体やっぱりこう始めるまで全然知らなかったんですね。で、まあ、大学入ってやってみてもまあちょっとこういろんな迷いがあったりとかする中で、まあ、だんだんその、まあ、大学院ぐらいですね、大学院ぐらいで、まあ建築ってやっぱりこうすごく考えることがこう深いなっていうのを、まあ、自分なりにこう思うようになってきて、でそうするとやっぱこう一生もしかしたらこう続けていっても、まあ、自分の中でこう、まあ、飽きないというか、まあ、要はいつまでもこう何か求めていけるような感じがし始めて、まあ、やってもいいかなみたいな感じの。あ、じゃあなんかもうずっと昔からやりたかった、興味があったっていうことではないんですか。ではないですね、やってるうちにだんだんとこうハマってったっていう感じですね。ああそうなんだ。なんか自分が建築家として、はいはい、まあ、今どのぐらいにいてね、はい、でもうどんなことをしていきたいみたいな、はい、そういう自分の、はい、なんかキャリアプランみたいなのってあるんですか。全然プランはないんですけど、やっぱりそのできるだけこういろんな種類というかいろんなそのなんだろう、こう建築のあり方をこういろんなプロジェクトでやっぱ、こう実現させたいっていうのは結構あって、いろんな価値観がみんな、まあ、受け入れられるような体制になってるじゃないですか、はい、で結果そのみんながその自分たちの生き方とか、まあ、生活とか思ってるから、まあ、建築家もそれにこうそのこうバリエーションにこう合うように建築の種類を増やしていかなきゃ僕はいけないと思ってて、だから、まあ、この人が住むんだったらこういう感じかなとかっていうのとかをとにかくこういっぱいやっぱ作っていきたいっていうのはありますね。失敗とかしないんですか。失敗なんかいやいやいや怖くないですか。こんな、まあね、とんでもない莫大な金額と莫大な人を動かしてなんか、はい、ちっちゃな失敗の重なりで、まあ、最終的にうまくいくみたいな感じだと思うんですけど、多分やっぱ最初から、まあ、全部想像できてないと思うんですよね。で逆にその想像全部できちゃうものって作りたくないと多分自分で思ってるんですよ。もう一回作ってあこうなるなと思ってるよりも4割ぐらい分かってるけど6割自分で分かんないっていうものの方を選んじゃうかもしれないです、ね、本当ですか。6割ちょっと比率高いですよね逆6割分かって4割分かんなかったけど6割分かってないぐらいは、まあ、4割ぐらい分かってれば大体できますきっと。さあそして最後に現在進めているプロジェクトなどがあれば教えていただければと思います。はい、柱の大学の施設あるじゃないですか。隣に大きな大屋根の広場みたいのが2週間後ぐらいにも出来上がる、そんな感じ。こちらの広場はなんと約90メートル ×60 メートルもの空間に一つも柱がありません。厚さ1センチの1枚の巨大な鉄板でできた屋根を吊るようにして壁に固定しているというこれまでにない建物です。鉄の熱収縮によって30センチほど天井高が変化します。天井に穴が開いていて雨風が室内に入ってきます。床は水を瞬間的に吸収する素材でできていて濡れることはありません。湾曲した床に座って学生たちが談話したりランチを食べたり様々な活動をしていく場所になっていくのだそう。あとは、まあ、中国とかでも、まあ、その湖の上に1キロぐらいの建物を作るってなってるんですけど、博物館なんですけど、はい、1キロ最終的にはこう水が張られて建物の中にも水が入ってくるそういう施設だったりとか、これは教会ですね。これ教会、はい、これは谷底に立ってるんですよ。谷底に立ってて谷って狭くて高いじゃないですか。でより狭くて高い建物を作るっていうので入り口 1.3 メートル高さ45メートルです、
で中に入っていくとちょっとずつ広がってきて、あ、こんな感じなんですね。そう、光がこう落ちてくる。 今鉄骨が組み終わってこれからコンクリート打ってくるような、そういう段階です、ね、うわすげえなこれ、それでは今週のピックアップアーティスト石上純也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。